こんにちは、池田屋です。今ですね、フリーフォームというやり方でベストを作っています。今前身頃がこんな感じで出来上がっているんですけれども、まあもうちょっとかかりそうですね。先ほど、フリーフォームのベストのお話をしてたんですが、ですね、まあ、それはちょっと置いといて、今から取り消し系のフィラフィメランジを使って変わり玉編みのベレー帽を編んでいこうと考えています。で、これはすでにもうアトリエケース系のデザインですので、私のオリジナルではないんですけれども、まあ、出来上がったら日高田公園アトリエ教室の方に、まあ、飾り付けて、おきたいなと考えています。ということで、変形玉編みのベレー帽完成しました。すごくかわいい。枚方公園アトリエ教室の中に飾ってます。どうぞ皆さん編みに来てください。